サーブ92のモデルを手にするシクステン・セゾンシクステン・セゾンはスウェーデンのカーデザイナーインダストリアルデザイナーであるシクステン・セゾンはデザイナーとしてのペンネームで本名はカール・エーリック・シクステン・アンダーソンであるセゾンは第二次世界大戦中に航空機の設計技師としてサーブで働き始めた戦後彼は後に サーブ初の自動車となるサーブ92の開発計画であるプロジェクト92に参加するように要請され開発過程で航空技術の影響を受けたアバンギャルドな流線型乗用車の基本デザインを作り上げたその産物であるサーブ92は1949年に量産が始まったその後もセゾンはサーブに残りサーブ93 サーブ95、サーブ96、サーブ99、そして最初のサーブソネットのデザインを施した。それらはいずれも一貫して通定したモチーフを備え、前輪駆動の小型車という基本パッケージングに乗っ取って空気抵抗の低減と個性とを両立させた製品であった。セゾンが具現化した多くのユニークなデザイン要素は1970年代以降も サーブデザインに大きな影響を与え、現在のサーブのデザイン言語にまで波及し続けている。サーブ社の既存の美的感覚の破壊、巧妙さ、気まぐれといった名声、世評は彼の作品に起源を持つものである。セゾンはサーブ製品のみならず、エレクトロラックスやハッセルブラッドや大手機械、車両メーカーであるハスクバーナの民生品のデザインも手がけた。 ありがとうございます。